掲げられたフランス国旗と FLNKS の旗2010年により、両方とも公式旗となったニューカレドニアは、ニューカレドニア島及び、ロイヤルティ諸島からなるフランスの海外領土である。ニッケルを産出する工業の島である一方、リゾート地でもある。ニューカレドニアの珊瑚礁は、世界遺産に登録されている。ニューカレドニア地図オーストラリア東方の島で、南太平洋のメラネシア地域にあり、 面積は18,575.5平方キロメートルである。フランス語では、ヌーベルカレドニーと呼び、ニューカレドニアは、英語、ニューカレドニアから来ている。現地語では、カナキーとも呼ばれる。人口は2016年の調査では275,355人。成長所在地で、人口最大の都市はヌーメア。 インターネットの国別コードトップレベルドメインは NC、通貨はウォリス・フッツナ、フランス領ポリネシアと共に CFP フランを使用している。首都ヌーメアは太平洋地域の地域協力機構、太平洋共同体の本部所在地である。1985年以降、メラネシア系先住民カナックによる激しい独立運動が行われ、現在では沈静化したが一時は、 暴動や内戦に近い状態を呈していた。1986年国連非植民地下委員会はニューカレドニアを国連非自治地域リストに掲載した。2018年11月4日には独立を問う住民投票が実施され反対派が56.4%を占めて独立は否決された。2020年10月4日にも独立を問う 住民投票が実施されたが、反対派が53.3%を占めて、独立は再び否決された。カレドニアとは、今日のスコットランドにあたる地域を指す、ラテン語名である。一方、カナキーという名もフランス語、英語、現地の先住民である、カナックの言葉では、一般的に使われており、メラネシア民族主義者の間では、ヌーベルカレドニーより、カナキーの方が好まれる。 カナキーという名はポリネシア語で人間を意味しポリネシア人の自称として使われるカナカから来ている。カナカという語は後にフランス人がポリネシアメラネシアを含めたすべての太平洋、先住民を指して使う言葉になった。一方、フランス語化したカナクは部別語として使われていた。1960年代から1970年代にかけ、 ニューカレドニアのメラネシア系先住民が政党を結成し、独立への訴えを開始したとき、部別語だったカナクはメラネシア人の政治的解放と民族の誇りのシンボル的な言葉となった。1983年、政治的混乱がニューカレドニアを襲った時期、カナクとカナキーは政治的な標語となり、カナクという語が 政治的主張の強い言葉へと変わったことが広く認識されるようになった。ニューカレドニアの衛星写真感想した本当西側では熱帯雨林の東側とは対照的な風景が広がるニューカレドニアは南西太平洋の南二21度30分、統計165度30分あたりに位置し、オーストラリア大陸の約1 2 0 0トル東、ニュージーランドの 1> 約1 5 0 0トル北西にある。島国パノアツはニューカレドニアの北東にある。ニューカレドニアは本島と周囲の島々からなる。ベロップ列島が本島の北に、ロイヤルティ諸島が本島の東に、イルデパン島が南に、チェスターフィールド諸島とベロナ干渉がさらに西にある。本島グランドテールはこれらの島々の中で群を抜いて大きく唯一山がちな島である。 島自体の面積は16,372平方キロメートル、北西から南東に細長く伸び、長さは350キロメートル、幅は50から70キロメートルである。長く高い山脈が島の中央部に伸び、中には1,500メートルを超える峰も5つある。島の最高地点はパニエ山である。ニューカレドニア地域全体の面積は19,060平方キロメートルであり、 内陸地面積が18,575.5平方キロメートルとなっている。ニューカレドニアは世界のニッケル資源の1、4を有している。日大マインなどの企業が採掘券を買っており、これらの採掘はほとんど露天掘りで行われている。ニューカレドニアは南海基線にまたがり、南位19度から南位23度にわたっている。島の気候は熱帯で、 季節によっては非常に雨が多い。5月から11月は比較的降水量が少なく過ごしやすい。東から太平洋を越えてくる貿易風が山脈にあたり大量の雨を降らせることで島内には多くの熱帯雨林が形成されている。年間降水量はロイヤルティ諸島で約1500ミ、mm、リメートル、本島東部の低地で約2000ミリメートル、 本島の山岳部では2000から4000ミリメートルに達する。本島の西側は山脈の影となるため雨は比較的少なく年間降水量は1200ミリメートルである。架空比較的新しい時代に火山によって形成された多くの太平洋の島々とは異なり、ニューカレドニアは古代のゴンドワナ大陸の破片にあたる。8500万年前にオーストラリアから 一階の陸地が分離し、この陸地は5,500万年前にさらに二つに分かれた。これがニューカレドニアとニュージーランドである。このためニューカレドニアにはゴンドワナ起源の珍しい固有の植物、動物が残っている。特に有名なのは山岳部の密林に住む鶏台の灰色の鳥、架空で威嚇や求愛の際には、 頭の巨大な飾り輪を跳ね上げ大きな翼を広げ、犬にも似た奇妙な大声で鳴き、飛ぶことはできず林の中を走り回っている。ニューカレドニアのシンボルとも言える鳥であるが、人間の持ち込んだ犬や猫などにより絶滅が心配されている。また、道具を自ら作って獲物を取るカレドニアガラスなども有名である。オーストラリアやニューギニアにも生えているニアウリの木の、 樹液は小脳にも似た匂いのする殺菌力の高い精油を出し、古来より医学的な関心が寄せられてきた。精油は風邪や傷などの治療やアロマテラピーに使われている。ニューカレドニアの淡水の生態系も長い、地理的孤立のために独自の進化を遂げ、水量豊富な川や沢には多くの固有の水生生物が存在する。人間のトライ前はルーセットと呼ばれる。 草食性のオ,オコウモリ以外に哺乳類はいなかった。ヨーロッパ人のトライ語は乱獲や持ち込まれた外界の動物により固有の生態系は危機に瀕している。ニューカレドニアには二つの異なった生態系を持つ地域がある。一つはロイヤルティ諸島イルデパン島、本島東部のニューカレドニア熱帯雨林で、もう一つは雨の少ない本当西側のニューカレドニア乾燥林である。 ヨーロッパ人は首都ヌーメアをはじめ本当に市側に多く住み、東側はカナックが多く住んでいる。政治的な区別と自然の区別は同一のものとなっている。ニューカレドニア本島とイルデパン島を取り囲むサンゴ礁。ニューカレドニアバリアリーフはオーストラリアのグレートバリアリーフに次ぐ世界第二の大きさを誇るサンゴ礁である。その長さは1 5 0 0トルに達する。 サンゴ礁は種が極めて多様性に富み、絶滅の危機に貧するジュゴンの生息地であり、青海亀の重要な産卵地でもある。ニューカレドニアバリアリーフは2008年にユネスコの世界遺産に登録された。注意、フランスの地方行政区画の訳語は一定ではない。フランス領ポリネシアやオーリス普通な同様、ニューカレドニアもフランスの海外領土であり、フランスの一部である。 フランスでも特殊な地方行政区画、特別共同体であり、特別という用語を冠されている。これは、ニューカレドニアはフランスで唯一、地域圏や県、海外圏、海外準県など地方共同体でない、行政区だからである。ニューカレドニアは1946年まで植民地だったが、1946年以来1999年まで海外領土となっており、 その後独自の地位を得た。主婦はヌーメアで地域内唯一の大都市圏である。ニューカレドニアの行政区画は3つの州に分けられる。ロイヤルティ諸島諸島の離島州、本島北部の北部州、及び本島南部の南部州である。さらにこれらは33のコミューンに分かれる。加えてカナックの各部族ごとの課題に対処するため、 別の種類の行政区画が並行して存在する。これらは伝統的区域と呼ばれやつある。お参照その司法権は地域内に住むカナック以外の民族には適用されない。伝統的区域は言葉の違いやフランス植民地支配以前の部族同盟の範囲を大なりこなり反映している。1774年にジェームズ・クックによって発見され、 1853年にフランス領となっている。当初は流球植民地だったが、19世紀後半のニッケル発見後は工業の島となった。20世紀後半には独立闘争で島が揺れ、1998年のヌーメア協定で将来に関する合意がなされた。西太平洋に人が住み始めたのは5万年前であった。 その後パプア諸国の民族がメラネシアに拡散した。他にもラピタ人がメラネシアの島々に移り住んでいる。紀元前1500年、ラピタ人たちは現在のニューカレドニア及びロイヤルティ諸島に到達し、高度な航海術や農業、瓦家づくりは太平洋の広い範囲に影響を及ぼした。その時などの痕跡は今もニューカレドニアに残るほか、 彼らの前に住んでいた民族による1万年前のペトログリフも残っている。その後、オーストロネシア語族が台湾などを起点に、オセアニアに進出している。11世紀頃、オーストロネシア語族のポリネシア人がニューカレドニアに到達し、パプア系などの先住民族と混血した。ニューカレドニアのメラネシア人は、27のメラネシア系言語とオリス普通な人よりもたらされた。 ポリネシア系言語、合わせて28の言語を有している。その共同体社会は、クランを基本単位にして細分化している。実際の居住はいくつかのクランが集まり、集団を構成している。これらの集団において、主張権限に違いが出ている。例えば、首島のグランドテールでは、主張権限は緩やかだが、ウベア、リフルー、 マレなどのロイヤルティ諸島では主張支配が強い。ヨーロッパ人のニューカレドニア及びロイヤルティ諸島到達は18世紀後半のことだった。イギリスの探検家ジェームズ・クックが1774年会場からニューカレドニア本島を発見し山の多いスコットランドを思わせる眺めからニューカレドニアと名付けた。同じ航海で彼は ニューカレドニア北方の島にニューヘブリデス諸島と名付けている。ニューカレドニアの地図、1888年イギリスとアメリカ合衆国の捕鯨業者及び薬団、貿易省がニューカレドニアに関心を示すようになり、ヨーロッパ人と先住民との間に緊張が高まった。ヨーロッパ人の先住民への接触も次第に無知につけ込んだ不正直なものとなり、 高慢な態度と詐欺が横行するようになった。英米人はアルコールやタバコなど依存症の高い物品を物々交換の品物に混ぜ先住民を中毒にした。また、ヨーロッパ人との接触で天然痘、インフルエンザなど様々な薬病が先住民の間に蔓延し多くの人々が死んだ。緊張は敵意に変わり、1849年にはカッター号の船員が ポーマ族に殺され、食べられる事件が起きた。白弾貿易が衰退すると、新たな商売が誕生した。ニューカレドニア、ロイヤルティ諸島、バヌアツ、パプアニューギニア、ソロモン諸島などで、先住民を捕らえ、フィジーやクイーンズランドの砂糖キビプランテーションで、奴隷労働をさせる、ブラックバーディングである。こうした、奴隷貿易で、島々の社会や文化は荒廃したが、20世紀。 初頭まで終わることはなかった。カトリックやプロテスタントの宣教師がやってきたのは19世紀である。彼らが先住民の文化に与えた効果は重大なものがあった。宣教師は人々に服を着て肌を隠すように言い張り、多くの風習や伝統を根絶やしにしてしまった。ニューカレドニアは1853年9月24日、イギリスのオーストラリアニュージーランド領有に、 対抗しようとした、ナポレオン三世の派遣した提督オーギュスト・フェブリエ・デポアントによって、フランス領と宣言された。同年9月29日、パンジマも領有宣言した。1864年には、ロイヤルティ諸島もフランス植民地として組み込んだ。イギリスのオーストラリア植民の例に習い、1854年から1922年までの間、有罪を宣告された。 重罪犯およそ2万2000人が流刑地とされたニューカレドニア島南西岸地域に送り込まれた。この中には通常の凶悪犯もいればパリコミューンの共産主義者アルジェリア北部のカビリアで逮捕されたカビル人民族主義者ら政治犯も数多くいた。ニッケル鉱山の発見により流刑植民地の時代が終わり、鉱山労働者の需要が増え、 ヨーロッパからの自由意志での移住者や日本人など、アジア人契約労働者が多くなった。また鉱山で強制労働をさせられる人数も激増した。同時期、先住の科学人の人口は薬病や、彼らの整形、移動の自由、土地所有を厳重に制限するアパルトヘイトに似た、先住民に対する法制によって激減していった。ガダルカナルへ出撃する。 米海軍プレジデント、アダムス号、ニューカレドニアは太平洋戦線でのアメリカ軍の拠点だった第二次世界大戦ではニューカレドニアは自由フランス側についたため太平洋戦線でのアメリカ軍の拠点となった。島にはフランスと違うアメリカの文化や物資が豊富に流入した。この出来事はフランス人支配下であえいでいた現地人には肯定的に受け止められている。 一方、日本人労働者や日系人は適性外国人としてオーストラリアなどへ強制移送されたり、戦中の交換戦により、日本へ帰国した者や敗戦まで捕虜として収容されたりした。カナックの旗。将来独立した場合、カナキー国旗となるニューカレドニアの紋章メラネシア人の政治参加は、はじめはヨーロッパ人の共産党やキリスト教組織が主導していたが、 1953年、二つのカラーに一つの国民を合言葉としてユニオン・カレドニエンが結成された。脱植民地化運動は1960年代末から始まっており、カナックアイデンティティの回復要求として具体化されている。それは先住民としての権利回復要求の政治的生命でもある。先住民は1960年代以降政党を 組んで、権利主張と独立運動、先住民文化復興活動などをはじめ、ニューカレドニアは1986年以来、一度は1947年に、外された国連非自治地域リストに再度掲載されている。このリストには、近隣の島国である、アメリカ領サモア、ニュージーランド領トケラウなどが含まれている。1985年、 先住民文化復興活動の先頭に立っていたジャンマリ・チバウ率いるカナック社会主義民族解放戦線は独立への先導を行った。ジャンマリ・チバウラは独立国家カナキーの樹立を主張した。FLNKS 指導者の暗殺に橋を発してカナックによる暴動が始まり拡大しニューカレドニア全土に非常事態宣言が出される事態となった。 特に1988年4月22日、独立過激派が27人のフランス国家憲兵隊員と一人の裁判官を人質にとってロイヤルティ諸島ウベア島の洞窟に監禁し、4人を殺害した事件が最大の危機となった。この事件は5月、海軍特殊部隊、ギギン、エピゴンなどによる突入で過激派を殺害することで、 解決したが、特殊部隊側にも犠牲者が出た。なお、議員の隊長が1990年に発表した手記によれば、制圧後に無抵抗だった過激派は暴行、射殺され、その事実をフランス政府は隠蔽したとしている。動乱の中、フランス政府は1987年に約束通り住民投票を行い、翌1988年に、 マティニョン合意が成立し自治拡大が約束された。合意を結んだジャンマリー・チバウは独立過激派により1989年に暗殺されてしまい FLNKS は混乱に陥った。以後も自治への運動や協議が行われ、1998年にはヌーメア協定が結ばれ、住民への権限上とプロセスを不可逆なものと位置づけた。 フランス市民権とは別のニューカレドニア市民権を導入すること、ニューカレドニアのアイデンティティを表す公的なシンボルをフランス国旗とは別に制定すること、フランス政府がニューカレドニア特別共同体に段階的に権限を譲渡し、最終的には外交、国防、司法権、通貨発行以外の権限はニューカレドニアに全面的に譲渡されること、 2014年から2018年にかけてのいずれかの時点で独立か、フランス残留かの住民投票を行うことなどが定められた。2018年11月4日にフランスからの独立の是非を問う住民投票が実施されたが、独立反対が得票率56.40%で過半数となり否決された。 2019年5月12日には議会選が行われ、フランスへの残留を支持する独立反対派の票が、少差で過半数を占めた。成長所在地ヌーメアの高等弁務官事務所の発表によれば、全体の54議席のうち独立反対派の右派が28議席、独立支持派は26議席を獲得の見通しであった。 2020年10月4日のフランスからの独立の是非を問う住民投票では、独立反対が得票率53.3%で過半数となり、再び否決された。しかし、ヌーメア協定の下では2022年にも独立の是非を問う住民投票の実施が可能とされているため、今後の同地域の行く末はこの住民投票にかかっているとも捉えられる。 2021年2月3日、バーレ社のニッケル事業売却をめぐり独立支持派の5人の大臣が辞任を表明し、独立反対派のティエリ・サンタ政権が事実上崩壊。2月17日、議会で実施された選挙で新たな大臣が選出され、11の大臣ポストのうち過半数の6席を独立支持派が獲得した。 政府主席は大臣による多数決で選出されるため、協定以降初めてとなる独立派政権の発足に大きく前進。同年7月7日に実施された5回目の選出選挙でようやく FLNKS 所属で独立派のルイマプがサンタを下し当選を果たした。ヌメアにあるカナック文化を研究、展示するジャンマリーチバウ文化センター女性一人当たり男性人数を示す。 ニューカレドニアのニッケル露天堀鉱山1860年代にニッケルが発見された。コバルト埋蔵量世界第4位、ニッケル埋蔵量で思いを誇り、世界第5位のニッケル生産がある。ニッケル工業が GDP の20%、輸出の90%近くを占めており、世界最大級のフェロニッケル生産地である。日本のニッケル鉱石の年間総輸入量約400万トンの うちの約50%がここから出荷されている。ニッケルは種としてステンレスをはじめ各種電子材料、蓄電池材料などの原料として使用されている。豊かな自然から観光業が歴史的に盛んであり、海岸部やイルデパン島などの離島にリゾートが設けられ、フランス本土のみならず、日本やオーストラリア、アメリカなどから多数の観光客が訪れている。 放送は、本国フランス共和国の放送局フランステレビジョンが、参加に置く海外領土向けチャンネルの方がある。ニューカレドニアにおいては、4のニューカレドニア局である方ニューカラドニアが放送している。他に、チャンネルカレドニアなどがある。インターネットにおいては、ニューカレドニアに限らず本国のプロバイダも利用される。新聞は、売店などでの販売が主流。ありがとうございます。